イーライ・ロスはアメリカ・ボストン出身の映画監督、映画プロデューサー、脚本家、俳優、新世代のホラー映画監督として注目を集めている。父親はハーバード大学教授の精神分析医、母親は画家。祖父母はオーストリア、ロシア、ポーランドの出でユダヤ系の家庭で育つ。幼少時に見たエイリアンに魅了され、8ミリ映画を撮り始める。 ニューヨーク大学映画学科卒業。卒業制作で、レザボアドックスのパロディのスプラッター短編、レストランドックスを監督し、学生映画祭で銀賞を受賞。また、学生時代には、ドロマ映画でアルバイトもしていた。大学卒業後、デビット・リンチと、知り合い、リンチのウェブ短編映画制作を手伝う。2003年の、キャビンフィーバーで、商業監督デビュー。 2006年公開の旅行先での監禁を描いたホステルでブレイク。クエンティン・タランティーノにも評価され、グラインドハウスのフェイク予告編、感謝祭も監督した。タランティーノのデスプルーフ・イン、グラインドハウス、イングロディアス・バスターズには俳優として出演した。2016年、キアヌ・リーブス主演映画、ノックノックを監督し、ホラーだけでなく、 スリラー映画の幅も広げた。2017年には、ブルース・ウィリス主演映画、デス・ウィッシュを監督し、アクション映画に初挑戦。ミーケ・タカシ監督を、はじめ、数多くのホラー映画の巨匠たちを敬愛している。ホステルシリーズ第1作には、ミーケを、第2作には、ルッチェロ・デ・オダート監督を特別出演者として招き、敬意を表現した。ありがとうございます。